MR ワゴンは、鈴木で生産されていた、軽トールワゴンである。日産自動車には2002年よりもことして、OEM 供給されていた。エンジンは、自然吸気エンジンとターボエンジンの2種類が用意される。初代、2代目は、K6A 型を搭載しており、ナシャは 40kW、6500rpm で、吸気側に、VVT を搭載。 ターボ車は 44kW、6000rpm となる。3代目では、高い燃焼効率を実現し、軽量、コンパクト化された R06A 型に置き換え。ナッシャは、軽自動車発の旧配気 VVT 機構を搭載し、40kW、6500rpm となる。ターボ車は 47kW、6000rpm に向上するとともに、吸気側に、 VVT を搭載したことで動力性能と環境性能を両立した。トランスミッションは初代と2代目が全車4 AT で3代目は副変速機付き CVT。シフトレバーは初代がコラムシフト2代目と3代目がインパネシフトである。パーキングブレーキは足踏み式を採用することで運転席周りを広く取りサイドウォークスルーも可能。 当初前席はセパレートシートで運転席と助手席の間に収納が設けられていたが2004年の一部改良でベンチシートとなり2代目と3代目もそれを継承している助手席座面をスライドさせると下に収納スペースがある初代はバケツのように取っ手があり着脱可能一方2代目は着脱こそできないが大容量の シートアンダートレイがあり、イオンのマイバスケットがぴったりと収まるようになっている。三代目はシートアンダートレイが省かれたものの、初代のように取っ手が復活し、着脱可能となった。1999年の第33回東京モーターショーに MR ワゴンと名付けられたコンセプトカーが出品された。校車軸直前にエンジンを搭載した。 ミッドシップエンジンリアドライブレイアウトであり、MR の名は、その略称によるものである。全長・全幅は、ほとんどの軽自動車と同様に、軽規格いっぱいを使うが、パッケージングだけではなく、スタイリングも重視しており、トヨタエスティマのようなモノフォルムデザインとなった。当初は、OH、DOHC、VVT エンジンを搭載する、E、X、X ナビパッケージと DOHC、 M ターボエンジンを搭載するターボ T の4グレードで展開。E 以外は全車同色ドアノブ、電動格納式、ドアミラー、各種オーディオが標準装備されるなどセルボモード以来の充実ぶりであった。X ナビパッケージは1輪の CD、MD チューナーと1輪のインダッシュカーナビゲーションが装備される。後部座席は リクライニング機能の他 105mm の左右独立前後スライド機能を備え、またレバー一つでシートを倒せるなど、シートアレンジが豊富になっている。前後スライド機能は、ベースとなった2台目ワゴン R のプラットフォームから、ショックアブソーバーの取り付け位置を変更するなど、リアサスペンションの改良を施すことで実現。後に、ワゴン R。 マツダ AG ワゴンにもマイナーチェンジにより同様の改良がされた。そのため、MR ワゴンは一見コンパクトな車体に見えて広い、室内を実現していた。また鈴木社としては初めて全車にブースターを利用する、ヘリカル型ルーフアンテナを、ルーフ中央に採用した。従来の鈴木純正化セットチューナーや、AM ラジオでは、アンテナコントロール電源がなく、対応させるには、 配線を増やす必要がある。そのため標準装備されることはなく、以降発売される新型車種も常用モデルには CD チューナーが装備されるようになった。軽自動車の企画が1998年に変更以降、多くのメーカーが常用モデルには SRS エアバッグやシートベルトプリテンショナー、フォースリミッターを標準装備していたが、 鈴木製軽乗用車では、エブリー以外標準装備が進んでいるとは言えなかった。この MR ワゴンでは全グレード両席、SRS エアバッグシートベルトプリテンショナー、フォースリミッターが標準装備された。さらにフォースリミッターには、軽自動車発の可変フォースリミッターを採用。リミッターが2段階に分けて働く仕組みとなっている。 イコータの車種もマイナーチェンジを機にエアバッグなどが標準装備されるようになる。後術のスポーツにはこれもまた啓発の CRD と呼ばれる乗員の衝突時の前方移動を抑制する装置を受注生産として設定された。コンセプトカーでは名称の由来となったミッドシップエンジンレイアウトは採用されずコンベンショナルな前輪駆動となり MR は マジカルリラックスの略称とされた。エスティロ2006年末、インドにて、マルチスズキインディアが、全エスティロの製造、販売を開始した。全の後継として投入された、この車種は、MR ワゴンをベースに外観を変更し、1100cc エンジンと5速 MT を搭載したものである。同車種は2007年からインドネシアへの輸出が、開始され。 カリムンエスティロとして販売された。2009年にフェースリフトが行われ、エンジンが、K10 型 1000cc に換装された。また、この時に、インド使用者は単に、エスティロと改名された。インドネシアでのカリムンエスティロの販売は2013年に、終了し、インドモービルスズキインターナショナルは、後継者種として、カリムンワゴン R の投入を発表した。 インドでのエスティロの販売は2014年初めに終了した。MR ワゴン FCV2003 年にゼネラルモーターズと共同開発した燃料電池自動車ワゴン RFCV に引き続き2005年には MR ワゴン FCV が試作された。水素の充填圧力をワゴン RFCV の35メガパスカルから 国内の燃料電池自動車では初めて2倍の70メガパスカルに強化して、航続距離の延長が図られている。目標月間販売台数は6000台と発表されている。ママワゴンというコンセプトの下、随所に女性や子供に対する配慮が見られる設計とされ、従来型以上に利便性を追求した。内外装のデザインの取りまとめを行った。 チーフデザイナーは、同社の有機構は、この2台目より、キーレススタートシステムや、フルオートエアコン、MR ワゴン専用 CD、MD チューナーといった、上級装備が採用され、内外装ともども使い勝手や、上質さを十分考慮した仕上げとなっている。特に先代モデルではインパネにつく小物入れが、ヒューズボックスの前にあるケースとグローブボックス以外、 皆無だったが2代目からは、豊富になっている。また、従来型では、コラムシフトを採用していたが、今回の変更で、より操作性に優れた、インパネシフトに刷新された。同時に、グレード体系も整理され、DOHC VVT エンジンを搭載する G X、GX DOHC M ターボエンジンを搭載する、T の3グレードとなった。 車体構造部には成形性に優れた配点材を多用し従来工を用いた場合よりも軽量に仕上げているターゲット層を主婦から若い男女へと切り替え低燃費広い室内空間個性派デザインを採用した新感覚系ワゴンとして開発されたその理由はトールワゴンのパレットがファミリー層と若い主婦層をカバーできていると判断したため そして、これまでの鈴木のラインナップでは若者を取り込めていないことが分かったためである。個性的なスタイリングと広々としたキャビンを実現するため、ホイールベースを先代に比べ 65mm 拡大。結果、ワゴン R やパレットよりも 25mm 長く、鈴木の軽乗用車の中で最も長い 2425mm となった。フロントフェイスは、 ラウンドされた面編成に半円モチーフのヘッドランプを採用。A ピラーも前席の開放感を確保するために仙台よりも角度を起こした。リアのコンビネーションランプにも半円モチーフを採用し幅広感を強調させるためリアウィンドウ、ルーフエンドガーニッシュと共に一体に見せる黒基調とした。標準搭載のオーディオは 静電容量式タッチパネル式を採用。指先で軽く触れたり、スライドするだけで簡単に操作できるほか、iPod や USB メモリと接続できる、USB ソケットやスムーズな注射を可能にするバックモニターを搭載した。また、インパネトレイが配置されており、エアコンシフトレバーの上にある中央のトレイは、USB で接続したデジタルオーディオプレイヤーや、 携帯電話などに、助手席側のトレーは、箱型のティッシュペーパーがそのまま収納できるスペースを確保。運転席側のアンダートレーは、ETC 車載機を設置できるようになっている。さらに、GT には3代目、ソリオにも採用されている、ワンアクションで、フラットスペースな加湿展開が可能な、ダブルフォールディングリアシートを装備。左右独立のスライド式。 ラゲッジボードを採用することにより、リアシートのスライド位置に関係なくほぼフラットな加湿にすることができる。エンジンは、軽量、コンパクトに収め、低燃費、低回転域のトルク向上、静粛性を実現した、新開発の R06A 型を採用。GX には、軽自動車発の旧廃儀、VVT 機構を搭載した、自然吸気エンジンを、 フルモデルチェンジに合わせて復活した T は、吸気側に VVT 機構を備えるターボエンジンを採用した。また、複変速機構付け CVT には作動用フルードをエンジン冷却水で温めるビルトインオイルヒーターを組み込み、冷間時のフルード粘性による抵抗を低減すると、共に、車体に高調力後半を効率的に対応することで、 仙台比 30kg の軽量化を達成。これらにより、D の 4WD 車を除く、全グレードが、平成22年度燃費基準プラス25%を達成した。安全装備としては、D の 2WD 車にメーカーセットオプションで、ヒルホールドコントロール付き ESP と、フロントシート SRS サイドエアバッグ及び、SRS カーテンエアバッグが設定されている。 なお、二代目の派生グレードであったエアロ仕様の、ウィズは、フルモデルチェンジ時に一旦廃止となっていたが、2013年7月16日の一部改良により、上質でスタイリッシュな、ちょっと大人向けの MR ワゴンというコンセプトの下、エアロパーツを廃した、上級仕様として復活した。日産向け OEM は、モコドルチェとなり、同年10月16日より販売。 モデル途中から製薬者に CM カタログのキャラクターであるミーのぬいぐるみ、ミーぐるみが進定されるようになった。MR はマジカルリラックスの略。最初の小モデル時は MR レイアウトの位だったが、その後全輪駆動レイアウトになり、マジカルリラックスの略となった。なお2.3代目に設定される w i ズとは英語で知性、知恵を意味する。 ありがとうございます。